があるんですねそのために原子炉を冷やすためにまあ今後、万全を期していかないといけないということでまあこの宣言につながったということなんですね、はい、ただ、ですね先ほどありましたようにまだこの福島第一原発周囲にですね放射性物質が出るというようなことはこのモニタリングポストという計測時では観測されていないということなんですね。ををでですすねねこのの福島の防災拠点に集めてです、ね、対応を取ると いう状況を、まあ、宣言したとということなんですね、はい、それでこの福島第一原発の現在の状況なんですけれども、どううなってるんでしょうか動いていたあの合計6つの,あの原子炉があるんですけれども、一応、全部停止しています、先ほど会見であったように、ですね停止したものの、まだ熱が原子炉の中に残っているので、はい、冷やしていかないといけないと、はいでまあ、この一部の原子炉でその冷やすための,このポンプが、ですねージに動いていないという情報。はい だからすぐ今すぐになんか避難が必要とかそういった事態ではないとまあ国も今後の対応に万全を期したいということでこの宣言を出したというふうに先ほどの会見でも言っていました、はい、この宣言が出されるのは初めてののことなんです、ね、そうですすねそうあのー、平成11年あのー、茨城県東海村の,あの臨海事故が起きました、はい、まあこの時にはですね自治体、電力事業者、まあ、非常に、えー、混乱してです、ね、対応が遅れたということがありました。このとこののと この経験に基づいてでできた法律なんですねそれに基づいて国がこういう大きな事象が起きた場合には前面に出て責任を持って対応するとそういうことを、まあ、あの決めた法律が平成12年にできました、まあ、これができて初めて、まあ、今回ですねこの宣言が法律に基づいて出されたと、まあ、いうことなんですね、はい、繰り返しますけれども現時点ではえ放射性物質が漏れたりというようなことはないというふうに発表しました、ね、そうですね。